カミール・シャムーンは、レバノンの政治家、同国大統領を務めた。フランス植民地時代から頭角を表し、独立後の長きにわたりキリスト教徒を指導したが、レバノン内戦の間に政治的影響力を失った。カミール・シャムーンと表記されることもある。シャムーンは、1900年4月3日に、デール・エル・カマールで、キリスト教マロン派の家庭に生まれた。フランスへ留学し、 弁護士となった。1934年の議会選挙で初めて国会議員に選出され、1937年、1943年と再選された。1943年11月11日、レバノンがフランスからの独立を起とした際には、ビシャーラ・アルフーリーと同様に11日間の東国生活を余儀なくされたが、 レバノン国民の抗議により、レバノンの独立が達成されると同時に、釈放された。1947年、1951年にも、国会議員に再選されると同時に、1944年から1946年には、中英レバノン大使、その後には、国連大使にも任命された。1951年のリアド、アイコールスルフ首相の暗殺。 フーリー大統領周辺の汚職で、レバノン政治は混乱したため、1952年、シャムーンは、フーリーに代わる形で、大統領に選出された。シャムーンの政治スタイルは、スルフが暗殺されたことによって、スルフに代わる政治指導者がスンナ派の中にいなかったことから、ラシード・カラーミー、サーミやーイコールスルフ、アブドン・ラール・イコールヤーフィ、サイブ・サラームの4人を、 次々と首相に任命、交代させることで、自らの政策、都合に合わせて、組閣をする自由を持っていた。その中での功績は、自由な世論を許したことであり、フーリー政権の自由経済政策を継承した。その結果、レバノン経済は、繁栄を極め、首都ベイルートは、中東で、有数の金融センターへと成長した。このように、シャムーン政権は、 繁栄を謳歌した時代であったが、周辺諸国の政変が、レバノンの繁栄を許さなかったことも確かであった。1952年のエジプト革命によって、ファールーク一世がヨーロッパに亡命を余儀なくされ、事実上、ムハンマド・アリー朝が崩壊すると、政治の実権を掌握したガマール・アブドゥナーセルは、反アラブ主義がアラブ世界で台頭し、支持を集めるようになった。 1956年、第二次中東戦争が勃発すると、ヤーフィー首相、サラアーム国務大臣は、イギリスとフランスとの断交を迫ったが、この提案は、キリスト教徒のシャムーンには受け入れがたかった。二人の大臣は辞職し、サーミー・アイコール・スルフが首相に再任されたが、エジプトとの関係は緊張した。1957年のアイゼンハワードクトリンの受諾は、 エジプトとの対立を決定的なものにした。この宣言の内容は、アメリカと国益を共にする中東諸国が攻撃を受けた場合、アメリカは武力を行使することができるというものであった。1958年、任期終了を近く迎えていたシャムーンに対して、レワノン国内では、モ元を分かった、ヤーフィ、サラームなどのスンナ派グループ、 また、シャムーンにそりゃくに扱われていたキリスト教徒グループは、大同団結し、シャムーンの辞任を要求した。とはいえ、初夏の総選挙では、シャムーンの外交政策を支持したキリスト教徒グループや、当時はイスラム教側も宗派色が強くなかったために、ムスリムの多数もシャムーンを支持した結果、シャムーンは、選挙に圧勝した。しかし、ヤーフィー、サラームといった、 首相経験者のみならず、若きドゥルーズ派の政治指導者、カマール・ジュンブラーと、ティールス地区のシーア派指導者が落選する、この選挙結果は、レバノン国内の情勢を物騒なものにした。シャムーンによる選挙結果の操縦、審議会でのシャムーンの大統領任期の延長の可能性などから、合法的な政治活動は困難と見た反対派の一部はテロへ走った。さらに、 対外情勢がシャムーンの立場を難しくしていた。エジプトの影響の拡大はアラーブ世界に広がりを見せており、1958年2月のエジプトとシリアの合法によるアラブ連合王共和国の成立がレバノンの暴動をさらに過激なものとした。レバノン国内ではムスリムを中心にレバノンのアラブ連合王共和国への参加を求めるデモが頻発した。加えて、 シリアからレバノンへ武器が流入する事態に至り、国境地帯をレバノン政府は管理することが困難な状況に陥ってしまった。さらに7月14日、イラクでのクーデターによる政権の転覆が決定打となった。暴動を鎮圧するためにレバノン軍を出動させようにも軍の首脳だったフワード・シハーブ将軍は慎重な姿勢を崩さなかった。その背景には、 軍隊によるムスリム鎮圧は将来のレバノン政治になお一層の混乱をきたすと考えていたからであり、シャムーンはこれらの暴力行為を抑える友好的な手段を持っておらずアメリカを頼らざるを得なかった。アイゼンハワードクトリンとシャムーンの要請に基づきアメリカ海兵隊がベイルートに上陸した。その翌日にはアイゼンハワー大統領の特使として 国務次官のロバート・マーフィーがレバノンに派遣され、各州派官の意見の調整が行われた。その結果、支配部がシャムーンに代わり、大統領に就任した。レバノン危機により、下ヤせざるを得なくなったシャムーンは、1958年に国民自由党を結成した。NLP のリーダーとして、1960年の 総選挙で国会議員として返り咲いたが、1964年の総選挙では、シハーブ大統領の選挙区変更によって落選した。NLP はシハーブの政策をゲリマンダーと非難したが、1968年、1972年の選挙では、再び国会議員に返り咲いた。特に、百六十八年の総選挙では、NLP は、 99議席中11議席を獲得し最大の単一政党としての議席数を誇った。バシール・ジェマイエルと1970年代から1980年代にかけて、シャムーンは内閣で主要な役割を果たした。1975年に始まるレバノン内戦において、シャムーンは政党の民兵組織であるタイガーに参加して NLP を指導した。 内戦の初期、シャムーンは、三部同盟を結成することで、マロン派の NLP、国民ブロック、カタイブ等を合同させると同時に、民兵組織では、レバノン軍団を発足させ、1976年から3年間、レバノン軍団の議長に就任した。内戦の初期、シャムーンは、シリアと提携し、シリア軍をレバノン国内に誘導することで、 レバノン国民戦線と LNM を支援するパレスチナ勢力に対抗させたが、徐々にシャムーンはシリアと対立関係に陥った。1980年には NLP の民兵組織タイガーはシャムーンの宿敵であるバシール・ジェマイエルと彼が組織するレバノン軍団によっての攻撃を受け破壊された。1982年のイスラエルによるレバノン侵攻後はシャムーンは シリアによるレバノン占領に対抗するためにイスラエルとの関係を深めるようになった。1984年、シャムーンは副首相として内閣に参加し、1987年8月7日にベーエルートで病没するまでそのポストにあり続けた。また、彼の二人の子供のダーニー・シャムーンとデリー・シャムーンも政治家であり国民自由党を指導した。ありがとうございます。